評論編集笠原正弘先生です。よろしくお願いします。すみません、ちょっと先ほどあの、はい、このコーナーに入る前に、はい、ストップウォッチともやしはどういう意味があったんですか。別にいいです。ああ、やり方だ。後ほどね、わかります。それが言いたかったのか。山本達章もめられたよ。作戦通りです。それではお料理、今週のテーマは家計を応援ボリュームおかずレシピということで、どんなメニューですか。はい、今日はもやしいっぱい具沢山あんかけと簡単混ぜご飯の2品。はい、もやしはたくさん使います。もやしはね、もう格安食材の王様です、ね。はい、でもいっぱい買ってもね、結局余ってしまったりするので、うん、確かに。はい、今日は上に具沢山のあんをかけてしっかりご飯のおかずに仕上げます。はい、そしてですね、炊いたご飯に加えるだけの簡単な混ぜご飯も今日はご紹介しますね。今日は確かに、ぜひ、はい、覚えて帰ってください。作っていきます。ではお料理の見どころ、題してショーのポイント。1. あんは丸々でおかず感アップ。2. 混ぜご飯は炒めて加えるだけ。ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まず具沢山のあんから作っていきますね。はい、で今日は肉そぼろのあんかけなんですけれども、まあ、玉ねぎも加えますね。はい、はい、みじん切りにしますね。玉ねぎです。はい、細く、まあ、まずこうね、切れ目を入れていって、はい、僕はもうこれだけ切れ目入れるだけで切っちゃいます。あ、そうですか。そうなんですね。横にこう入れなくていいんですか。いや、結局ほら玉ねぎこうねなってるじゃないですか。繊維がね、うん、ちょっと入れなくても僕はこれでいいと思いますね。簡単です。簡単ですね。みなみさん、お料理されますか。私あんまりしないんですよ。あ、そうですか。でもやっぱり大人になるんでちょっと覚えようかなと。そうですね。はい、覚え始めてます。いいな、これから大人になるんだね。負けられない。はい、続いての作業に移っていきます。はい、炒めていきますね。サラダ油を敷いて、サラダ油に、はい、まずこのみじん切りにした玉ねぎですね。はい、はい、玉ねぎを炒めていきます。はい、豚のひき肉を使いますね。はい、200g です。はい、これ炒めていきますね。まあ、ポロポロになるまで大体 1,2 分炒めていきますね。はい、サラダ油を熱し、玉ねぎと豚ひき肉を炒めているところです。では先生、続きお願いします。はい、程よくね、こうポロポロになってきましたね。はい、このそぼろにね、今日はさらに加えるものがあるんです。そうなんです。その加えるものが、はい、ショーのポイント1番。はい、納豆です。納豆をここに加えて炒めてしまいます。炒めるの。炒めます。どうなるの。でも意外と美味しいお味ですよ。そぼろは納豆でこう手軽に旨味とこうボリュームを、ね、それは粘りますか。粘る。これがね、まあ、しっかり味になっておかず感が出るんです。先生、臭みは、臭みはこれが飛ぶんですよ。炒めることによって。そうです。で今日はね、下はまあもやしなど野菜のみなので、うん、この格安食材でもある納豆で食べ応えをね、出そうかなというところですね。ボリュームが出ますよね。はい、ボリュームが出ます。納豆はパンパンでもそのままですよね。まだそうです、そのままね。練らなくていいんですよ。いいんです、そのまま。はい、加熱するとね、粘りが落ち着いて結構サラサラになって納豆チャーハンとかあるもんね。そうですね、美味しいですよね。美味しいです。セミをということで、肉そぼろに納豆を加える、これがポイント1番でした。はい、はい、納豆ってね、普通そのまま食べちゃいますけど、こういう使い方もあるんですよね。そう、意外とね、あのご飯にかけるだけではなくてね、こういう使い方も面白いと思うんですよ。他に何かありますか。あとね、まあ、僕お店でやるんでしたらね、納豆を醤油と一緒にまあミキサーにかけて、ね、完全にドロドロにして、それでマグロのお刺身を食べたりとか。うわ、タレとして使うんですか。ね、あと納豆はね、かき揚げにしても美味しいですよ。納豆のかき揚げ、はい、かき揚げ美味しいです。納豆だけですか、なんか他に。まあ、なんか適当な好きなもの混ぜたりとか、お野菜とか、はい、玉ねぎとか、結構匂うよね。しますね。でもそんなに、でもね、そのうちネバネバも来ました。あ、来ました、来ました。匂いますよね。匂いますか。これだし汁入れます。はい、だし汁300cc です。納豆美味しいですね。健康的ですしね、はい、ヘルシーだし。でお醤油と、はい、大さじ3です。みりんを入れますね。みりんも大さじ3です。まあ、必ずこの納豆のタレついてますからね。はい、これも入れてあげましょう。タレもちゃんと使います、ね、これだけよく溜まってますけどね、冷蔵庫ね。そうですね、匂、はい、いい香り。匂いがいいんですよ、ね、この匂いで僕はご飯1年食べれます。なんでそんなこと言ってるよ。絶対嘘だと思う。そんな責めなくていいじゃないですか、ね、なんでこんな有名な人全員揃って素人をいじめるんですか。
意味がわからない悔しい気分が残ってる。師匠は悔しいみたいですよ先生。別に、はい、水溶き片栗粉で、ね、とろみをつけますよ。とろみをつけます。で今日ねとろみはしっかりつけてね、もやしに絡まるようにしましたね。はい、結構しっかりとろみつけました、はい、とろんとなるまで。でもここにもうね豆腐を崩して入れたらもう麻婆豆腐みたいな。あー、豆腐がね美味しそうですね。寒い時期にありますよね、温まりそう。はい、このあんができましたね。はい、あんが出来上がりました。玉ねぎと豚ひき肉をよく炒めたら納豆を加えて旨味とボリュームをアップさせました。さらに納豆のタレ、だし汁、醤油、みりんを加えて水溶き片栗粉でとろみをつけました。では先生続きお願いします。はい、では、もやしの前にですねまず混ぜご飯を作っていきますね。はい、ね、ではここから小のポイント2番です。はい、今日混ぜご飯に加えるのはこちらの、ね、油揚げですね、うん、はい、細かく刻んであります。みじん切りにしてあります、はい、これをね、から入りしていきます。はい、じゃあお願いします。フライパンは熱していまして、はい、フライパン熱して油は敷かないですね、はい、から入りですから。から入りです、はい、でね、よく炊き込みご飯などに油揚げはまあ入れるんですね、和食ではね、昆布だしに。はい、でも今日はこの油揚げを炊いたご飯にただ混ぜるだけなんですね。簡単ですね。で、油揚げはまあコクがありますし、このようにから入りして加えることで香ばしさがプラスされますね。美味しい混ぜご飯が簡単にできます。なるほど。これどのぐらい炒めたらいいんですか。大体やっぱ2分ぐらいでカリカリになってきますからね。火の加減はどうでしょう。結構強火でいいですよ。強火で、うん、で常にこう混ぜてあげてくださいね。はい、しっかりと焦げないようにしっかり混ぜながら炒めていきます。はい、さあ炒めてる間に、はい、じゃあこの間にねもやしも茹でましょうね。はい、ショウさん出番です。はい、出番です。 やっときましたね。やっときました。はい、もやし野菜茹でますよ。塩を、まあ、2つまみぐらい、2つまみぐらい、はい、はい、たっぷりのお湯にお塩を入れました。じゃあお願いします。もやし、はい、うすごい量、たっぷりですよ。たっぷり、これは2袋分ですね、400g。結構たっぷり。これが安いですからね、もやしね、これぐらい買ってもね。そうですね、スーパーも夕方に行くとなくなっちゃいますもんね。そうですか、売れ行きが。あ、そうなんですよ。そうなんですよ。スーパーでも意外ともやしない時ありますよね。売るの早いですよね。そして細く切った人参とピーマンも、ピーマンも入れてましたね。すごい具沢山。そうなんですね。でね、野菜はシャキシャキに仕上げたいんで、はい、もう一煮立ちしたら取り出すぐらいでいいですよ。そうですか。そんなにじゃ長い時間茹でない方が、はい、もいいですね。すごい、うん、もやしとね今日のこのあんのひき肉は相性が良いですからね、とてもね。はい、切りました。はい、では油揚げがいい感じになってきました。わ、はい、かります、カリカリになってきた、ね、うん、こんがり色もねちょっときつね色というか、はい、そしたらねここにね、はい、まず油揚げをちょっと端に寄せてあげてね、はい、醤油をわざとフライパンで焦がします。え、焦がしちゃうの。おー、でこの焦げた風味を油揚げに、ね、絡めていく、絡めてあげるんですね。なるほど、すごい。この油揚げに醤油がね、まあ、絡んでるところと絡んでないところがありますけどね、このまばらになってるのがまたこうね食感の違いになって楽しいわけですね。うわ、香ばしい、いい香りがしますね。この匂いはほら皆さん好きでしょ、醤油の焦げた香り、ね、大好き。はい、じゃあこんな感じでいいですね。はい、醤油は大さじ1です。はい、じゃあこれをもうご飯に混ぜ込みます。混ぜるだけです。あ、簡単。あ、美味しいわ。で、まあ、あとさらにごまも入れてあげましょう。白ごまです。ごま入りごまです。もうこれ混ぜるだけでいいですよ。はい、簡単、簡単、あっと平和。これね、簡単だけど美味しいですよね。本当に美味しいですよね、これ。香ばしいと美味しいですね。これあのおにぎりとかにしてもね、美味しいですよ。お弁当とかに入れてもいいと思いますね。あ、おにぎりね。はい、じゃあ混ざったら盛り付けましょう。これ作り置きもできますかね。できますよ。あ、いい香り。フライパンの肌の部分にお醤油を入れて焦がして。わざと焦がすのも美味しいですね。お醤油だけですよ。基本的にお醤油だけですね。はい、ではまずご飯をできますね。はい、いい香り。さあ野菜もではもうねいい感じで取り出しますよ。はい、ピーマン色が鮮やかになって、よいしょ、うん、水分を切っていきます、ね、こう流すと大体流しがベコって言います、ね、そうですね、はい、います。湯気が顔に襲ってきますからね。よく水気は切ってくださいね。これね、水っぽいとあんが取らないね。よいしょ。このスチームは美容に良さげですよね。でもそうですね、今の季節ね、乾燥しがちですからね。多いですね。こうそう、頭が良くなる。お前に違います。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 失礼しました。そうです、まあ、水気切ってくださいね。はい、水気を切りました。とも盛り付けます。はい、
やっぱりピーマンと人参入れると彩りもね鮮やかですね。お野菜たっぷり食べられますから。美味しそう。綺麗、はい、はい、そしたらもうこんもりと先ほどのあんもねたっぷりかけますよ。はい、これいいな。どうです、たっぷり。あ、これはいい、これはうまい、これはいい、いいですね。うわ、美味しそう。そうですね、ね、最後ね、万能ネギを少しパラパラパラと、はい、彩りも鮮やかに、はい、そう、あれね、これで完成です。はい、ということでもやしいっぱい具沢山あんかけ、そして簡単混ぜご飯の完成です。